っしゃー、来た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 、あー嬉しい、よっしゃー、ゴンブタオル、ゴンブタオル、とっておった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 、でかいでかい、イエーイ。やね、さあ今日はどんじチャージするたいね、うん、イカもさることながら、うん、味は釣りたいわ、ここの味やばいっすよ、どんちっち、どんちっちっていうのはなんか認定されるぐらいの、脂肪量があるらしいんですけど、そうじゃなくても全然うまい、うん、なんで日本海でこんなに違うのかっちゅうぐらい、それが2つ目の楽しみです。さあ今回は、竿を、一応イカメタルのロッド、ライトゲームオフショアイカメタル紫のやつね、それを2本スピニングとベイトね、それからオフショアイカメタル極難を2本、それは同じやつを2本持ってきてます。あとはこいつ、これがどうなるかやってみたいと思います。さあアンカー投入、まあ他の人が釣ってからで全然ちょうどいいぐらいだと思います。はい、これで抜けがけパニックいきます。はい、こいつの特徴ね、ここにリーダーがなくて 直で、スイベルが入っています。でこっからここまで遊びがある、25センチぐらいかな。はい、これいきます。よし、59、今魚探に何映るんやろ、何も映らへんのかな、アジおるんかな、はい、はい、欲しいです、いただきます、はい、いただきます。こっちか、お酒欲しい、さあじゃあちょっと今のうちに遊んでみようか、これさ、エビ巻けるんかな、どんな感じだろう、エビ巻いたことないけど、エビの形はエビの形やもんね、ちっちゃい、あ、ぴったしじゃん、エビ巻いてみた、よいしょ、じゃあこれでいい感じですよ、これ座一体感だね、座一体感、釣りは今季初です。
イカ釣り、いや、この間あの三鹿号で行った。2杯だけやった。今シーズンはキリコが、うん、2号が2号出たね。うん、作業できるか、特徴的な小さいっていうやつだね。とにかく小さかったら当たるでしょっていうので作ってみた。で、僕の場合はその一旦作ってみて、まず水平からちょっとケツ上がりぐらいの水中姿勢で、今は沈むタイプを作ってるのね。で、この今シーズンに、まあ、いろんなこと試すと思うんですよ。だからこのキビコの姿勢、それからキビコの何か誘い方があると思うんで、今はとりあえず揃えましたっていう、大きい方だけじゃなくて小さい方も揃えたっていう、まあ、特徴的なのは、まあ、カンナ1個、それはもう一番最初と変わらず、まあカンナは少ない方がいいだろうということで、あと浮力が小さいんで、カンナ2個つけると相当大きなボディになるんで、まあ1個でいいかなっていう感じだね。ドロッパーのポテンシャルでイカが抱いてくるはずやから、色も含めて、あと水中の姿勢と、まあ音が鳴るか鳴らないかとか、光り方とか、まあ結局色やね、それで食ってくるはずなんで、今から、まあ、作り込んでいくっていう感じかな。スイッチが入ればね、よしよし、今触ってたよね、やっぱりね。来たぞ、よし、どれ、これ見てな、吸っての方食うやん。えい、ドロッパーいらんのちゃん。餌も湧いてきたぜ、ほれ小味だらけやで。なんか弱いって感じやんな。魚やん、46に魚おる。アジおるで、アジ先する？アジかかった。ほらアジ。うわ、丸飲みというか、これ大変なことになってんな。うすやん。よし。アジする、アジ。はい、バチコン仕掛けのタイプ2。どんちっちよ、どんちっちよ。よいしょ。よし。25号で、スパテラの 2.5 インチのスパテラで、まっすぐ刺す。
さあ水深は45メーターのところに温度は見つけました。イカが触る。イカが重りを抱く。おかしな話や。これなんなんやろ。アジもおんのかな。短いやつもおるね。どれにもかかってるわこれ。うせやん。これ何？マイワシの子やわ。ちゃうほらほら。めっちゃメタルジグ。ほら。あ、落ちた。よし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 。そうこなくっちゃ。そうこなくっちゃね。38m。 よしよしよしよっしゃ、ドンチッチ来たー来たイエーイ。さあ、どんどん行くぞ、どんどん行くぞ。さあ、ゴテゴテに回らんように、今からちょっと集中します。行くわよ。あかん、下にすってつけよう。餌が餌やんか。でかくしました。2.8 インチ。味だらけと違う。こんだけそうったら味だらけかなと思うのにな。ちゃんとしよう、よいしょ。さあ、ちゃんとイカ釣りやります。はい、オモリグ、オモリグのシンカーを、抜けがけロケットじゃなくて抜けがけスッテンします。はい、カラーブラック。なんじゃこのかわいいの。おい、でかいか。え、
晴らしい。うわすごいな。すごいね。下ですか？中層。素晴らしい。赤白やったね。さっき赤白変えたとこや。こいつでしたわ。なかなかうまいこといかへんぞ。とりあえずちょっとアジに浮気スパテラのね、バルキスパテラの 2.5 インチ、はい、仕掛けはナンバー2、タイプ2で、なんかこの辺で見えてるあたりでアジが多い。来た。上のやつや。お、ゴンブ通る。よいしょ。よっしゃ。8m。よし。おった。よし。
しよ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 し、あ、サバや、細いな、ほらサバもおんや。サバや、ちょ、あちょ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 、よしよしよし、あー、よっしゃ、ドンチッチ来た。早く早く早く、オッケー、よし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 、イカイカじゃん、アジやアジ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 、でか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 いでかい、イエーイイエーイ、来たで、これを狙ってた。あ、来てる来てる来てる、早く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 、よしよしよし、入れぐ入れぐ、来た来た来た、どんちっち来た、あー嬉しい、ほら、よしよし、でかい、あかん、これやめられへんな、やめられへんわ、あの再現性あるのがいいわ、これもう完全仕掛けで釣れてるな。おお、来た、よし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 、イエイ、よし、味終わり、よし、よかった、だいぶ追加したで。当たりやな、行きやな、どっちだどっちだ、あ、なんか魚、うわ、今のアジやったな、うわ、なんか魚、うわ、今のアジやったな、今のアジやったな、あ、ほんまもんや、うわ、やめてくれ、よいしょ、今の50近くなかった、オッケー、すごい前やろよしよしよし、40m、 スルメの棚やけどな、あ、ちゃう、剣先や、 40m、 よっしょー、キビコに来ましたで、はい、オッケー、忙しいな、潮がもう完全に横にいかんくなったので、だから微妙な誘いがすごく効く、ちゃんと構ってくれる、よし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 、連発やぞ連発、
キビコショウやりよる。このエサとおたんちゃん。おっしゃー。うわー、やめて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 。イエーイ。連発。赤白。オッケー。さあ、最後。ちょっと。餌巻き試しましょうか。はい、まあ、詳細はスタジオでということで、ボトムまでつけて上しゃくっていく。で、ある程度しゃくったらもう一回落として、2回目ぐらいには真下に来てるんで、1、2、3、4、よっしゃーよし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 、ホールで食ったね今ね。まあまあ釣れると思うよ。イエーイ。あと水を吸いよる。よいしょ。はい。オッケー。オッケー。この餌巻き釣っては、よっしゃー。なんだろう。オモリグのエギを開発するなら、誰でも釣れる餌巻きからしようかなと思って。作り始めた。ほんで、まあ狙ってんのは頭が折れ曲がらないこと、餌のね。で、シルエットがスマートなこと。そして、エギより釣れること。またね、ちょっと、なんだろう、改良の必要がある。なんじゃこれ。麦が釣れた。はい。外すときね、こうでしょ。針金やったらいちいちほどかなかねんけど、こいつはここで外れんねん。これから信頼性があるよね。間合いがさ、全然違うやん。待ってる間がちゃうもん。ですわ。もうスルメいらんけどな。よし、よいしょ。あ、スルメちゃう。ほんまもんや。よいしょ。えい。一瞬スルメに見えたね、これ。えい。オッケー、餌巻き。
っかりで味やろ。あ、大群やか、大群、大群やで。味が回ってるはず。あ、忙しい。イカや。8メーターやで。またアジ狙ってたらイカ来るし、大変や。スルメかな。ちゃう、検索や。一番でかい。今日一。よいしょ、イエーイ。アジ狙ってたら食いました、本命。はい、まあ僕の釣りはこんな感じです。適当。 OK、 ということで今回はドンチッチアジと剣先釣ることができました。あの、迷いに迷って最終エメができた。オッケええ感じよ、ほら見て、アジ。まあまあええでしょ。おお。まあまあ。まあまあええでしょ。